ガーセム・ソレーマーニーは、イランの軍人。イスラム革命防衛隊の一部門で、イラン国外でも特殊作戦を行う、ゴドス部隊の司令官を務めた。日本語メディアでは、ガセム・ソレーマニカセム・ソレーマニまたカセム・スレーマニとも表記される。少々。1957年3月11日、ケルマーン州、ラーボル軍カナーテ・マレク村出身。 青年期は建築労働者として、父の負債を返済するために働いた。1975年に、ケルマン州の水道局の受け置い人として働いた。イラン革命後に設立された、イスラム革命防衛隊へ1979年に入隊した。入隊後、軍事訓練はほとんど受けないままに出世を重ね、軍人としてのキャリアの初期に西アーザルバイジャーン州における、 クルド人独立勢力の鎮圧に参加した。イラン・イラク戦争の際は戦場に加わり、指揮官として参加した。従軍後すぐに、その勇敢さを認められ、20代で、師団長となりほとんどの戦線に参加した。イラン・イラク戦争後の1990年代は、ケルマーン州のイラン革命防衛隊の司令官に就任し、軍事経験を活かして、イランとアフガニスタンの国境において、 麻薬密油団との戦いに従事し、イランの東側の国境での麻薬の密売阻止に成果を上げた。その後、2010年代には、サウジアラビアの中米大使暗殺未遂事件への関与やイラク軍がアイスセルへ、奪還作戦を行った際は、現地入りし、地元民兵組織の作戦調整などを行っていた。ソレイマーは、 米国のテロ関係者リストに記載されており、2007年以降、米国民は同志との経済活動を禁じられていた。欧州連合官報が2011年6月24日に発表した制裁リストには、シリアのアサド政権に資金提供しているとされる、シリアの不動産企業、投資ファンド、及び2つの企業が記載されていた。リストには、サービグマフスーリー、 モハンマド・アリー・ジャー・ファリー、ホセイン・タイブの名も記載されていた。1980年9月22日、当時のイラクのサッダーム、フセイン大統領がイランに侵攻した際、ガーセム・ソレーマーニーは、イランのイスラム革命防衛隊の注意だった。しかしイラン・イラク戦争の勃発とともに、敵陣地に潜入しての大胆な偵察作戦で名を、馳せた。それによって、 急速に昇進を果たし、30歳にして、第41タサララ師団の司令官に任命された。ソレーマーニーは1990年代、イラン南東部ケルマーンのイスラム革命防衛隊、司令官を務めた。アフガニスタンと国境を接する、この地域を通じて、トルコと欧州に向けて、麻薬の密輸が起こした。百九十九年のテヘランの学生放棄鎮圧後、 ソレイマーニーら24人のイスラム革命防衛隊将校は当時のモハンマドハー・タミー大統領に言論の自由の抑圧が軍に影響を与えたと懸念を表明する書簡を送った。2000年ソレイマーニーは革命防衛隊の特殊作戦部隊であるコドス部隊司令官に任命された。ソレイマーニーは最高指導者アリー・ハーメネイとたびたび会見するなど 国外的立場にあり、海外でのテロ活動の全権を委ねられていたと見られている。ソレーマーニーは2007年3月、国連安全保障理事会決議1747の、対乱制裁の対象者のリストに記載された。2007年、イスラム革命防衛隊のヤヒアラヒームサファビー司令官が退任する際、ソレーマーニーは、後継司令官の有力候補の一人とされた。 決議1747は2016年の国連安全保障理事会決議2231によって執行したもののソレーマーニエの制裁は決議2231でも引き続き継続された。2008年、レバノンのイスラム教師や派組織ヒズボラ幹部だったイマード・ムグニーヤの死因を究明するイラン調査団を率いた。2011年、 サウジアラビアのアーデル・ジュベール中米大使暗殺未遂事件に関与した。欧州連合の公式ジャーナルは2011年6月24日、制裁対象のイスラム革命防衛隊の3人のメンバーがシリア政権による国内の抗議行動の弾圧を支援するため危機と支援物資を提供していると指摘した。欧州連合の制裁リストに追加されたのは 革命防衛隊のソレーマーニー、モハンマド・アリー・ジャー・ファリー両司令官と革命防衛隊で情報担当のホセインダイブ副司令官であった。中東各国からシーア派民兵を集め、シリアの反体制派組織の拠点を包囲して植えさせ、降伏させるという非人道的な手段を取った。化学兵器使用を支持したのも彼とされる。二0十五年三月二日、イラクのティクリートにおいて、 イラク軍とシーア派民兵組織がティクリートを支配していた過激派組織アイスセルに対して、部隊規模約3万人の大規模な奪還作戦を行った際は、ソレーマーニーがサラーフティーン県に入り、イラク軍や民兵などの作戦の調整に当たったとイラクのメディアが報じていた。2016年5月、イラク軍が2014年よりアイスセルにより支配。 されているファルージャの奪還作戦を開始した際も、ソレーマーニーが現地入りしていることが報道されていた。この ISIS IS との戦争中に、ソレーマーニーはシーアハ民兵の人民同員隊を指揮官に置き、影響力を強めた。PMF はイラク政府に公認されるなどして、勢力を拡大し、スンニハ地域で暴虐行為を行ったとされる。 2018年7月26日に持っているすべてを破壊するとドナルド・トランプ大統領を名指しで挑発していた。2019年10月にはイラクの首都バグダッドで大規模な反政府デモが勃発、イラン総領事館が放火されるなど反イラン的な動きが強まった。このデモ鎮圧に PMF も参加し、デモ隊に400名以上の死者を出した。ガーセム・ソレエマーニー。 アブーマフリーアルムハンディス。2017年にテヘランのモサラで行われたソレーマニーの父親に対する式典にて、2020年1月3日、ソレーマニーは、車列でバグダード国際空港そばを走行中に、米軍の無人攻撃機の MQ-9 リーパーによる攻撃を受け、カタイブヒズボラーの最高指導者であり、PMF の副司令官でもあった。 アブーマフディアルムハンディスを含む4人と共に死亡した。彼の遺体は原形をとどめないほどにひどく焼かれたものの、本人称号は彼が常日頃身につけていた指輪により特定された。ソレーマーの告別式は在日イラン大使館でも2020年1月9日行われた。ありがとうございます。